ニコシバス、ニコニコ号ニコシバスは、岩手県二の平市内を運行する廃止代替バスと、コミュニティバスである。ニコ地区では、長年 JR バス東北等によって、路線バスが運行されてきたが、利用客の減少などによる赤字のために規模を縮小されることとなった。このため、ニコ市では、住民などに対する足を確保させるため、コミュニティバスを運行することとなった。運行形態は、 自家用自動車による優勝運送である。また、すべての地区を走るバスに共通して、自動放送などの設備は設けられていない。そのため、降車する際は自ら申告する形となっている。ニコ地区を運行するバスは、JR バス東北に車両の運転業務を委託し、ニコ営業所の運転士が担当する。乗防自治区を運行するバスは、 情報自治区の運輸系企業にスクールバスを含めた車両の運転業務を委託している。愛称はニコニコ号。経路中のニコ駅はニコ駅東口を示す。水曜日、土曜日のみ運行姫ホタル号の車両、県立ニコ病院ニコ駅東口間は市内の各医療機関等を細かく経由していた。ありがとうございます。